奈良にゆかりがあり首都圏で活躍する人たちが集まる東京奈良県人会の新年祝賀会が27日夜東京都内で開かれました。今回の新年祝賀会にはおよそ90人が参加し、まず東京奈良県人会会長の松本俊弘さんがこれからもふるさと奈良を大いに盛り上げていきたいと挨拶しました。そして創立130周年を記念して制作されたオリジナル曲まほろばの歌が初めて披露されました。この曲は奈良市出身のドラマーで作曲家の平井慶さんが作曲、東京奈良県人会のメンバーが作詞を担当し、東京からふるさと奈良を思う気持ちが込められています。参加者は歌を通しつながりを深め、奈良の発展への思いを新たにしていました。